はい、ピースケです。トラックイレブンやっていきます。今日はついにミズゼルスパー戦いきたいと思っております。レベルは70ちょっと手前ぐらいですね。ちょっとまあ倒せるかわかんないんですけど、多分倒せるかな。イベントも消化したので、はい、いきたいと思います。いやー怖い。頑張るぞ。装備もね、いろいろ揃ってきたんで。うお。オッケー。よし。宇宙？宇宙に来た。なんだ？ここまで来るとはな。出た。うわ、顔。あ、奥になんかある。私はニルベルコ。闇の深淵より生まれし者。来たな。これミズゼル、なんていう恐ろしい邪気。精霊が残した胎児の魂、それさえ消せば全ては闇に包まれる。闇こそが私の喜び。闇好きかお前は。人間がどんどれくらいって思う。想像以上の相手だわ。やるしかあるまい。生きるぞお前なら。くっ、本当に勝てるのかしら。恐れちゃダメよみんな。私たちがこいつを倒さなければこの世界が終わりなんだから。絶対に勝つ、絶対に。そうだよ、ヨニア・ピースケよ。今こそ勇者の真の使命を果たすとき。うん、これが最後の戦いだ。いくぞ。おお、フィールドを用意してくれた。もう戦いだ。早っ。よし。おお、強い。なに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 。うわ、出た。邪神の子っていうんだこいつら。うわー。てか、いきなりひどい。勇者に回れ、早く。生きると。これを使わなくちゃいけない。よいしょ。何なんだろう、セルみたい。セルだな、完全に体が。グコグコしてる。緑になった。グコ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 。おお、闇の衣を破る術を知っていたとはな。しかし無駄なこと。さあ我が腕の中でもがき苦しむがよい。こんなのないのか。道具使って。セルやん、完全に。
どうしよう。これでも全員攻撃しないとなんかまずいかな。子供たちが、準備しよう。ミラクルブースト、うわ強っ、うわうわうわ、ちょっとやめて、死ね、いきなり死ぬの勘弁して。いきなり死ぬのつらい。あぶねえ、何かないかな。攻撃するか。いや、うわ、なんか祈ってる。うわっ、どうしよう。ジャスティス、お金は惜しまないぞ。倒しとこう、あいつ怖い。よし、一旦スクルトする。一旦スクルトしよう。笑ってんじゃねえよ、このジャルな。うわ、危ない。うわ、すげえな。オッケー、よっしゃ、やっ、あ、なんで動けないの、やめて。うわ、また来たよ。7体相手ってことでしょ、結局7体相手はつらいわ。倒さなくては。いや、起きてるね。よし、他に何かないかな。壊れた、なんか壊れた。顔がキモいってやつ。うわ、本体を狙え。よし、うわ、すごい、それ強いな。その一人狙いつらい、ちょっと一人狙いつらい。うわー、子供怖い。生き返れ。よし、でも腕が死にそう。よいしょ。あー、全体技が強い。笑ってんじゃねえよ、みたいな。待って、ダンサーしとこう。ファイヤー、オッケー。そしたらリンクが攻撃できる。もう一回回復しとく。よいしょ、いいわ、やめろ。うわ、勇者、勇者起きろ。起きたね、これ。ねえ先輩、あ、寝てるわ、まだあいつ。あ、待って、あれ寝てるのね。どうしよう、どうしよう。グレイズ再び頼むよ。
お、顔が、なんか赤ちゃんみたいな顔が、うわ気持ち悪い、起きろよ、起こすかも、あ、これ誰、なにこれ、なにこれ、こんなつら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 、顔出たら強くなってなんか、急に強いわ、ウェイグ何やってんだよ、うわ、え、回復？第2形態とかないよね、え、これ第2形態ある、おお。
一度ならず見ぬまでもこの私が破れるとは。老師だもんね、前倒したの。倒してないの。だが光が闇を凌駕するなどありえぬこと。ありえねえ。終わりじゃないのこれ。え、どういうこと。我が肉体滅びようとも我が魂は永遠なり。これ負ける。え、やられるけど。え、どういうこと。え、どういうこと。終わり。え、光、なんだこの光は。まぶしい。あ、やられる。おお、勇者の光。何これ。おお、やば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 。やばい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 。わあ、危ない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 。終わったのか。わあ、綺麗。すごい光が。なんかいいね、お前ら。終わった。これでもうこの世を脅かす者はいない。長い長い旅がついに終わったんじゃ。そうだね。天台勇者老主様の時代から続く時を超えた戦い、本当に長い冒険の物語でしたね。こんなめったい時に思いついた顔して何考えてるのよ。その手の跡がどうかしたの。そっか、助けてあげたいんだね、あの人のこと。行きましょう、彼女のもとへ。彼女？セニカ？セニカだな。うわあ。よし、来たぞ。セニカ様、また会えましたね。不思議な旅人たちよ。訪れた視野に影を落とす邪悪な気配は消え、世界は救われました。もうここには用はないはず。一体何をしに来たのですか。セリカ様、剣どうするの。いや、これはすごいよね。移せるの力、セニカだからこそみたいな感じだと思いますけど。まさか私はあの時へ。いやー、すごい。行ってきてくださいってさ、ほんとすごいよね。
どんだけすごいの勇者。剣が無事、なぜか無事、すごい。あれか、前回作ったやつだからか。これは真の剣だから壊れないってこと？ありがとう、勇気ある者たちよ。愛する人に会えるといいわね。本当に消えた。不思議だな、こういうことがかつてあったような気がする。いやー、覚えてるのね、カミュちゃん。全てを知ってるね、勇者だけがね。いろいろ思うことあるよね。邪神を倒し平和を取り戻したピースケたちはそれぞれの故郷へ戻り、穏やかな日々を過ごすこととなった。そんなある日、お母さん、おはよう。はい、挨拶していきます。ほいほい、誰かおるかい？おらんねえ。挨拶回りしていきますよ。巡回でーす。どうも、飯失礼しました。お食事中。巡回でーす。回覧板でーす。こんにちは。回覧板でーす。信じておった。紹介。ありがとう。回覧板でーす。まずこっちから行こうかな。誰かいないね。シルビアのコツだね。ごめんなさい。おでく知りたい。ピースケが元気にしてるか。あいつとは初めて会った時から不思議な縁があってな。妙な予言の通りに出会い、成り行きに任せ一緒に旅をしていたら、あれよあれよと世界まで救っちまった。今思えば運命だったのかもな。まあとにかくピースケとの冒険は俺のかけがえのない宝になったぜ。おっと、恥ずかしいからこんなことあいつには絶対に言うなよ。じゃまたな、神より。あー、兄貴に言うなって言われたのについつい読んじゃったよ。あたし悪い人ね。ほんと悪い人だよ、お前は。おう、そうかい。なってじゃあ。エマそんな怖いの？あ、そうなの？すいませんね。あらら。村長、村長聞いたぞ。よし、みんなに会いに行こう。登る登る、私は登る登る登る、私は登る登る登る。これも階段もね、いっぱい登ったね。こんな素早く登る人、勇者だけだよ。おお、
ムフンムフンムフンムヒュー。歌ってんだ、かわいい。ムフンムフン。目赤いよ、大丈夫？寝てないの？大丈夫か？いや。さあさあ。さすが勇者。よし、おじいちゃんのお墓参り行こう。誰かいる？パパパパンパパパパンパパパパン。お、なんかくれますか？お、マルティナ来たんだ。みんななんか誰かしら来たのを教えてくれるんだね。だったんだ。ありがとう、教えてくれて。おじいちゃん、おじいちゃんどこ、お墓これかな。おじいちゃん倒したよ、ありがとう。いやー、感慨深い。なんかね、いやいや、まあ結構な数の動画になったけど、なんかね、いや、まだまだ全然見てもらえる人は少ないですけども、ありがとう、嬉しいね。こうやってね、しっかりクリアまで動画をやれたっていうのはすごい、幸せなことですね。おじさん、なんか来てるの？いや、ほんと感慨深い。思えばね、コツコツ頑張って、まあ、なかなか時間取れなくてね、他の動画も撮りながらやってきて、思うことはたくさんあります。なんかね、このドラクエがね、通して少しでもね、なんか楽しんでもらえたりね、僕のこと知ってもらえたらすごい嬉しいです。それは楽しんでもらえてるのかな、ちょっとの人たち、見ていただいてる方たち、楽しんでもらえてたらすごく嬉しく思います。あ、そうだ、あんたたちまだ来なかったね。友達に自慢しちゃったら可愛い。っていう情報いらないっす。じゃあ聞くよ。あん、定住することになってないよ、お前。それは宝の情報はどうしたんだ、宝の情報。あんたの結婚の情報はどうでもいいんだよ。今かわいい。ずっと一緒にこの村で生きていきましょう、だってプロポーズ。あら、そうなんだ、玉のように。ばあちゃんいいこと言う。いいよ、あんたルフィみたいな子だね、本当に。ルフィみたい。あんたも冒険の旅に出るんだね。ありがとう。はい、ありがとうございます。え、何？何これ、復活の呪文だ。シャメ取っとこう。オッケー、覚えたぞ、これで。よし、終わりました。こんなのあったんだ。
危ねえ、ちゃんと見回りはしておくもんだな。ハイランマンでーす。よし、やっていこう。あ、今気づいた。あー、手振ってるよ。はい、父さん、娘さんを僕にください。ダメか、やはりあそこに行かないとダメなんだな。どこまで行ったっけ。うちの村へようこそ。おい、こら、俺を大事に使って儲けようって魂胆だな。おい、お客さんってお前らベロベロやるに決まってんだろ。へい、ありがとう。はい、おお、お二人さん、いや、ご無沙汰です。戦い以来ですわね。生活に張りを失ったあんたのためにありがてえ。覚えておいでとか、邪神を封印したと賢者セニカ様が勇者の剣を大樹に奉納したことを確かにしましたね。奉納するんですか。この勇者の剣はロトゼタ社の希望の象徴。セニカ様に習い、勇者の剣を命の大義に収めた方が良いと思ったのです。うん、世界の命を握る勇者の剣をズボラなんとに預けておくのは忍びないから、大義に管理してもらおうってわけよ。というわけで、どうピースケ、命の大義まで短い時間だけど、もう一度私たちをためにできるね。やだよ、何言ってんのよ。こんな硬い中の部屋に置いていた勇者の剣も泣くわ。その涙で剣が錆びついたらどうすんのよ。確かにね、涙で。そうだな、じゃあ行こっかな。大体あんたも旅に出たくてうずうず、まあ、してたかもしれないし、してないかもしれないしね。まあ、エマと一緒にいるのもまあ楽しいしね。まあ、うずうずしてるっちゃするけど。あ、ごめん、つべこべ言ってましたね。すいません。はい。つべこべ言わず、大体の魂、勇者の剣を返しに行くわよ。わかりました。わかりました、行きます。うん、そうなるわけね。私たち準備できたら声かけてくれる？短い旅とは命の体重に向かったらしばらく村に帰ってこられませんわ。確かに。戦いの準備などは不要ですが、石の村の皆様に挨拶を済ませ、旅に出る心の準備だけお願いしますね。了解。じゃあ挨拶してくるわ。なんだって？紹介してくれよ。紹介しても何もないよ、あの二人は。同じだな、特に。普通のやつらは同じか。エマ、今ちょっと行ってくるけど。ごめんね。かわいい。理想の回答をしてくれるね、今はね、本当に。主要のキャラだけ話しかけていこっか。これはもう読んだね。じゃあお母さん、登れない。お母さん、お母さん、それで休むとか言われたらいける。また旅に出るつもりなのかい。行きます。は大丈夫かな。ジャンプ。いいよそれ。よ
こう。行こう。案外近いの？遠いか。富士山的な見え方あれ。はい。できたよ。行きましょう。ほいほい、すごいね、一瞬できたわ。ジャンプ。 See ya。ポッチャポッチャポッチャ。さあ最後のアスレチック。いきますぜ。さあ最終コーナー、最終コーナー曲がった。こっちじゃない。さあゴールだー。さあラストスパート、ゴールゴールゴール、決まった。よし、ここに来るといろいろなことを思い出すわね。まだ信じられないわ。この胎児の魂に無限の力が秘められているなんて。はじめに光ありき。神話の一節によれば、もともとこの世界は闇に覆われた死の大地だったと言われています。命の大地の光が降り注ぎ、緑豊かな美しい世界ロトゼタシアが生まれたそうですわ。ここは私たちの命のふるさとなのかもしれませんね。そうだね。さあピースケ様、勇者の剣を大地の魂へ。了解。はい、ついに全クリしました。いやー、ニズゼルファ強かった。終わりましたね、なんとか。ちょっと時間かかってしまいましたが、まあちょっとね、編集して載せてで、まああまり普通の仕事もしながらなので、なかなか時間が取れなかったんですが、はい、まずは、見てくださった方々本当にありがとうございました。自分もまあドラクエの実況初挑戦だったので、まあかなり至らない点とかね、拙い実況でたくさんね、あんまりいい感じでできなかったのかもしれませんが、ちょっとまあ今回を通して、まあいろいろなんかたくさんの人に楽しんでもらえたりね、してたらすごく嬉しく思います。はい。やっぱりね、今回のドラクエ、なんかすごく実況をすることによってめちゃくちゃ感情入って、まあ今回本当になんかいろんな今までの歴史のドラクエの集大成じゃないですけどね、なんか再現みたいな、オマージュみたいなのがすごいたくさん散りばめられてて、これはあの時のあれだ、あの時のあれだみたいなのもなって、なんかね、今までやってきた人も楽しめるし、なんかこれを初めてドラクエやった人もね、こんだけストーリー壮大だったらね、もう本当映画の超大作みたいなレベルなので、これはね本当に誰でも楽しめるような作品になったんだと思います。というわけで、まあ、まだやることは残ってるので、クエストとか、レベルもマックスにしてないですし、なんかね、いろいろ他にもやっていきたいので、まあ引き続き動画載せていきたいと思いますので、ぜひお願いいたします。というわけで今回はここまでで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いいたします。それでは皆さん、ピースの一日を。バイバイ。